で、小山市よりご参加の桜咲く栃木県立小山北欧高等学校よさこいソーラン部湯沢俊平さん。はい、はい、そして地元鹿沼市よりご参加の千夜若林清明さん。はい、はい、以上の3名でトップバッターを飾っていただきます。はい、よろしくお願いします。